謎の言葉バナナフィッシュを追っていたダウンタウンの不良たちのボスアッシュリンクスはマフィアのボスゴルツネに兄を殺されて復讐を誓った。バナナフィッシュとは70年代の初期に3人の学生が作り出した幻覚剤で、その作用は激烈。投与された者は簡単な暗示で全人格を支配され、その後は自殺するか廃人同様になってしまう。今やマフィアをはじめアメリカ軍も欲しがる悪魔の薬だった。逮捕されたストリートキッズのリーダーで一連の抗争事件の犯人と思われるアッシュリンクス18歳は重傷を負って市内の病院に収容されていましたが、本日未明移送先の国立精神衛生センターで死亡しました。なお詳しい死因については現在のところ何も分かっておりません。そんなバカなことが、アッシュが死んだ。僕だ、ユーシスだ。国立精神衛生センターについて調べろ。特に設立に関わった人間、役員のリストを忘れるな。何の音だ。動くな。エイジ。動けばこのガラスの破片が君の首に刺さるよ。血が出てるよエイジ。君の手から。君に血を流させたなんてアッシュにバレた。僕は黙れ。どこへ行くつもりだエイジ。君の行くところはどこにもない。アッシュは死んだ。アッシュが死んだ？そうだ。国立精神衛生センターでね。嘘だ、信じない。そんなことは信じない。これは何かの企みだ。一つだけ言っておこう、エイジ。もし今度のことが何かの陰謀で、アッシュが生きているとしたら、僕は彼に敵対する。たった今そう決めたんだ。だからはっきり言っておく。これからも僕は君を狙うだろう。君が彼の唯一の弱点である限り。殺せよ。アッシュのために僕を殺せよ。どうして？アッシュならためらわず僕の喉をかき切る。できないのか？やっぱりできないんだな。たとえアッシュのためでも、君は自分の手を汚すことはできないってわけだ。こんな人間を殺すなんて僕にはできない。アッシュなら君のためにためらわず自らの手を血で汚す。君を傷つけないために自分を傷つける。なのに君は何にもしないんだな。まるで当然のことのように受け取って、そして彼のために自分の手を汚そうとはしない。違う。何が違う。フェアじゃないね。全くフェアじゃない。なぜお前なんだ。お前なんかにわからない。お前なんかにわかるもんか。黙って行かせたんだ、ユーシス。シン、一人にしといてくれないか。あんたそんなに知りたいか。あの時あんた本気だった。本気であいつに殺せって。聞こえなかったのか。ほっといてくれと言ってるんだ。アッシュが死んだってニュースで言ってた。本当なのか。お前はどう思うんだ。わかんねえ。あんたなら知ってると思って。僕は千里眼じゃない。もう消えてくれないか。わかったよ。
コルツで本日付のニューズウィーク誌に M&C カンパニーとあなた自身の巨額な脱税疑惑に関するスクープ記事が掲載されていますが、このことについて一言コメントをお願いしたいです。 NBC ニュースですが、国税局が近々査察に入るということ。ミスターコルツで答えてください。ノーコメントだ。言ってるんだ、下がれ。またお目にかかりましたね、ムッシュコルツネ。ジャーナリストのマックスです。ニューズウィークの記事書いたのは私です。君も？そうです。そしてあなたに正式にインタビューを申し込みたい。アッシュリンクスという少年の死についてあなたのコメントをいただきたい。何？おや、ご存知ないんですか？テレビのニュースで大々的に流れてますよ。何のことだか分からんな。失礼。どういうことだ？アッシュが死んだだと？わしはそんな話は聞いておらん。すぐ事の真偽を確かめろ。少しでも弱みを見せればハイエナどもの餌になるだけだ。気分はどうかね、アッシュ。こんな何本も頭にコードをつけられて気分のいいわけはないだろう、マナーハイム。何をするつもりだ？心配はいらないよ。簡単なテストだ。苦痛も何もない。ただ質問に答えてくれればいい。では全力を尽くしてくれたまえ。前方のスクリーンに注目して。これより BIAS テストレベル1を行います。質問は50問、1問につき制限時間10秒。ではテスト開始。第1問、右の立体の展開図を下の図形から選び出してください。数に制限はありません。第2問、右の図形を180度展開した立体 A と平面 B が交差した図形を次のうちから選んでください。第300問、右の数列と同等の法則を持つ数列を次のうちから選んでください。お疲れ様でした。これでテストは終了です。君は全く素晴らしい頭脳の持ち主だ。敬服したよ。IQ180、全く素晴らしい。そりゃどうも。来たまえ。君に見せたいものがある。他に入院患者はいないのか？ここは特別な患者のための特別な施設だ。普通の病院のシステムは取ってない。だが患者はいるさ。ほら。ああ、元気かね。こんにちは、マナーハイム先生。良いお天気ですね。ご機嫌いかがですか？紹介しよう。君と同じ入院患者のアッシュだ。こんにちは、アッシュ。変なやつだな。まるでカセットテープが喋ってるみたいだ。彼は3人のシスターを強姦し、他にも6人の男女に暴行を働いた凶悪犯罪者だよ。え？とてもそうは見えんだろう。彼にはこの標本室の番をしてもらってるんだ。もっとも私以外の人間は来ないがね。このガラスの筒の中に入ってる臓器のようなものは？驚いたかね。これは全部人間の脳の部分標本だよ。人間の脳は実に複雑な構造をしている。そのシステムはまさに奇跡的だ。しかも解明されているのはほんのわずかに過ぎないのだ。さて、この患者のことだが、我々は彼にある薬物を処方したのだ。何？そう、君もよく知っているバナナフィッシュだよ。もう分かったろ。この施設の経済母体は M&C カンパニー、つまりコルシカ人財団。患者は皆犯罪者だ。犯罪者をモルモット代わりに使っているのか？そういう言い方には賛成しかねるが、協力してもらっているのは事実だ。協力だと？ふざけんな。どんな綺麗事を並べたって人体実験には変わりないだろう。君たちは人体実験という言葉に過剰な反応を示すが、それなくしては医学の進歩はなかったという事実に目をつぶっている。
さて話を元に戻そう。バナナフィッシュは優れた薬だ。精神コントロールはまさに医学の見果てぬ夢だからね。だが欠点も多々ある。我々は失敗に失敗を重ねて、バナナフィッシュの欠点の一つ、凶暴性の因子を取り除くことに成功した。それがこいつか。そのとおり。非常に困難だったが、ここにいる君の友人が非常に役に立ってくれた。このノブはかつてある中国人青年のものだったんだよ。これが翔太だっていうか。だったというのは正しい。我々は彼の脳から多くの貴重な情報を得た。バナナフィッシュが脳に及ぼす影響、その伝達経路まで。彼が生きて手に入らなかったな。残念だよ。なんてことをしやがるんだ。てめえぶっ殺してやる。麻酔銃だよ。あっという間に体にしびれが回るだろう。てめえってやつは、まあ、そう感情的になるのはやめたまえ。君の気持ちはわからんではないが。ああそうだ、君に会わせたい人がいるのだ。どうぞこちらへ。ドーソン博士。意外だったかね。バナナフィッシュの発見者、アレクシス・ドーソン博士だ。ご気分はいかがですか、博士。かつて我が国でも指折りのがん研究の権威ドーソン博士の、これが現在の姿なのだ。知能指数は君にはるかに及ばない5歳程度の知能しか持ち合わせていないのだ。まさか。その通り。我々は博士にバナナフィッシュを投与したのだ。残念ながら博士は我々に協力することを拒んだのでね。我々はバナナフィッシュから凶暴性の因子を取り除くことに成功したが、まだまだ欠点は多い。その一つは連続的な投与によって知能が著しく低下してしまうことだ。君の友人、あの中国青年の脳を詳しく調べて、ようやく知能低下の因果関係が分かってきた。今ではその副作用を最小限に抑えることができる。さっきの傍観魔がいいよ。だが知識階級にはそうもいかん。だからこそ君が必要なのだよ、アッシュ。 IQ180 以上のモルモットなどそう簡単に手に入るわけではないからね。まだ意識ははっきりしているか。ああ、体は動かねえから。くそ。前から行われる手術で君は君でなくなるのだ。君の頭蓋骨を切除し、脳の各部位に細い電極を埋め込み、そして特殊プラスチックを頭の骨の代わりにはめ込む。バナナフィッシュが生きた脳に与える影響をつぶさに観察することが可能になるのだ。手術室の用意はできているな。ここに転がっているアッシュリンクスを連れて行け。髪を切って服を脱がせろ。予備麻酔の準備は？良好です。先ほどペンタトールを2グラム追加しました。麻酔には十分に注意しろ。死なせては元も子もない。いけません。今手術室は立ち入り禁止で。何の手術だ。私に無断で勝手な真似は許さん。もしゴルチに。ドクターマナハイム、どういうことか説明したまえ。バナナフィッシュの完成のためにぜひとも必要なのです。知能低下を食い止め、純粋なマインドコントロールを可能にできれば。必要ない。必要ない。なぜです。もし可能ならこんな優れた戦略兵器は。この手術が必要ないと言ったのだ。実験体なら他に囚人がいくらでもいるだろう。この少年を実験体にすることは断じて許さん。騒がしいな。一体何事だ。何だ君は。
コルシカ人財団に呼ばれてやってきたザハレフ男爵と申します。口は出さんでいただこう。私がここの最高責任者だ。ここで行われることのすべては私の指揮下にある。ところがそうもいかないのだ。コルシカ人財団はあなたを正式に解任すると伝えてきた。あなたは失脚したのですよ、ムッシュ・ゴルッツネ。なんだと？あなたは財団に多額の損害を与えたというし、あなた個人も脱税容疑をかけられている。この決定はやむを得ないでしょう。手術は中止だ。連れて行け。なぜだ。準備はすべて整っているのだ。問題が片付いたなら。マナーハイム先生、あなたもあなただ。私は今日このような手術が行われるとは聞いておらん。今ここの最高責任者は私だ。何かやりたいのなら私の許可を得たまえ。マナハイム君、施設を見せてもらおう。案内を。あ、はい。ドクターマナハイム、どれくらいかかる？え？奴の麻酔が冷めるまでだ。ああ、それならそう時間はかからないはずですが。では待たせてもらおう。余計な心配はいらん。お前の大切なモルモットに傷をつける気はない。私はかつてあれに似合いを飲まされたんだ。恨み事の一つも言ってやりたいのでな。行け。アッシュ、アッシュ。気がついたか、アッシュリンクス。なんというざまだ。あれほど威勢のいい啖呵を切ったお前が、その集大は何だ。薬でしびれて口も聞けぬか。マナハイムはお前を切り刻みたくてうずうずしているようだ。ここにいる限りやがてそうなるだろう。ふぬけになったお前など何の価値もない。せいぜい切り刻まれるがいい。悔しいか。ほほほ、まだわしをにらみつけるだけの気力は残っているか。ならば生き延びろ。必ず生き延びて這い上がってみせろ。ザハレフの支柱から抜け出せ。アッシュが死ぬなんて、電話して確かめてる。国立精神衛生センター。あった。よう、エイジ。ユーシスの元から逃げ出した僕に声をかけたのは、留置場そしてユーシスのところで一緒だったチャイニーズの少年だった。君を。また会ったな。そんな顔すんなよ。安心しな、ユーシスは知らねえよ。知らせようとも思わねえ。君は一体誰なんだ。俺はシンスーリン。これでもチャイナタウンのチンピラどもを仕切ってるんだぜ。チャイナタウン。じゃあ翔太の仲間。お前翔太を知ってるのか。ああ。お前もだんまりか。みんな翔太のこととなると貝みたいに黙りこぐっちまう。ユーシスもお前も、そしてアッシュもだ。一体何があったんだ。本当にアッシュは翔太を殺したのか。やっぱりお前も何か知ってるな。だったら教えろよ。俺は本当のことが知りたいんだ。それを知って君はどうするんだ。別にどうもしやしねえよ。だってそうだろ、アッシュはもう死んじまったんだからな。違う、彼は死んでない。お前もそう思うか。あの恐ろしく強い人ちゃんがそう簡単に死ぬとは思えねえ。何か裏がありやがるんだ。君はアッシュと戦う気なのか。仕方ないだろう。前のボスが卑怯な手段でやられた場合、落とし前をつけるのは新しいボスの義務なんだ。アッシュは翔太を背中から撃ったと聞いた。裏切り者はその血であがなう。まして翔太はアッシュの親友だったんだぞ。その翔太を手にかけるなんて。好きでそうしたんじゃない。しょうがなかったんだ。僕のせいなんだ。みんな僕のせいなんだ。お前の？これでよし。アッシュリンクス、監視カメラにかけたシーツをどけろ。アッシュ、アッシュ、着替えでもしてやがるのか。よし来い。持つだろうか。この体でどれだけ体が衰えているかわからない。悔しいか。ふぬけになったお前など何の価値もない。悔しかったら生き延びろ。そうするさ。待っていろ。
必ずここから逃げ延びてやる。アッシュリンクス、監視カメラにシーツをかけたところ、ガレッ！ID カードをいただいていくぜ。誰もいないか。よし、とりあえずドースン博士を探さねば。ん？赤外線回装置に何か引っかかったぞ。場所は下病棟の14階のシャフトの中。しまった、あのガキの病室のそばだ。行くぞ。どうやら気づかれたらしいな。誰か来る。シャフトを開けろ。まだこの辺にいるかもしれん。探せ。7番エレベーターを封鎖しろ。シャフトの隅々まで捜索するんだ。こっちはダメか。なんだと、脱走しただと、どういうことだそれは。申し訳ありません。警備員が不用意にドアを開け、銃と ID カードを盗まれました。なんという失態だ。探せ。何としても探し出すんだ。絶対逃がしたらならん。早く捕らえるんだ。ただし殺してはならん。麻酔銃を使え。いいな。何事かね。ああ、それがちょっと手違いがありまして。本当のことをご報告したらどうかね、ドクター。男爵はここの最高責任者でいらっしゃるのだ。実は先ほどの実験体の少年が脱走しまして。少年？なんだ、あの子供かね。それがただの子供では。何しろ十数人を殺害した凶悪犯罪者で、おまけに知能指数180という超天才なのです。ほう。それにしても子供なのだろ。だったらそう騒ぐほどのこともなかろう。早く捕らえることだな。何かね、ミスターゴルツネ。失礼。そうだ、そしてせいぜい舐めてかかるがいい。お前などにわかるはずがないのだ。あれは私が見つけ作り上げたこの世で唯一の魔性の生き物なのだから、お前の手に負えるわけもないのだ、ザハレフ男爵。知性と力、強靭な精神力、比類なき気品と美貌、全てを兼ね備えた闇の魔王が誕生するはずだったのだ。それを生かすも殺すも、その権利は創造者たる私のものなのだ。ドクター。どうした。それがあれ以降赤外線でも一度も反応がなく。見失ったというのか。申し訳ありません。しかしまだセンター内にいるのは確かでありますから、捕らえるのは時間の問題で。だったらグズグズするな。そんなところで言い訳している暇があったら探しに行ったらどうだ。はい。なんということだ。巨額を投じた施設でも使いこなせなければクズも同然というわけかね、ドクター。しかしその、私は科学者でして、こういったことはちょっと。ご指示をいただければ、ムシュ。何か勘違いをしてるんじゃないかね、ドクター。私はもうここの責任者ではない。指示を仰ぐ人間を間違えているのではないか。よし、わかった、ドクター。私が指揮を取ろう。それが君の望みなのだろう、ムシュ。恐れ入ります。これは迷路ゲームなのだ。迷路に逃げ込んだ一匹のネズミ。うまく出口までたどり着ければネズミの勝ち、通せんぼができればユーザーの勝ち。だがその一匹はただのネズミではない。お手並み拝見といこうではないか。408号室408号室、ちくしょう、どこへ行きやがったんだ。もう一度コントロールステーション周辺から探し直しだ。バーカ。408、ここか。よう、アレクシス・ドースン博士。一緒に来てもらおうぜ。あんたは生き証人だ。やっぱりエレベーター使えねえか。
確かこの階にはメインダストシュートのダクトがあったはずだ。たくこのじじい、思ったらありゃしね。綺麗な姉ちゃんならともかく、なんでこんなじじいと。最近俺はついてねえ。見失ったというのか。これだけの人数で一体今まで何をやっていたのだ。はあ、申し訳ありません。全力を尽くしているのですが。まったく情けない。子供一人捕まえられんとは。マナーハイム博士、大変です。何かあったのかね。ドースン博士がおりません。何、病室にいないというのか。はい、先ほど注射のために部屋へ行きましたら。バカな、テレビカメラで監視していたはずじゃないか。それがアッシュリンクスの捜索のために出払っておりまして。なんという不手際。一体どうやって病室から出たというのだ。奴が一人であそこから出られるはずがない。いつの間にか逃亡者が二人に増えたわけですね。君は面白がっているのかね。もしこいつ、もう茶番は予想ではないか。意地を張り合っている時ではない。君のその卑怯力的態度は何ら良い結果をもたらさないと思うが、どうかね。おっしゃる意味がわかりませんな。それとも助言を求むと私の口から言わせたいのか。私ならまず盗まれた ID カードをクローズしますな。なるほど。それから、逃亡者の気持ちになって考えることですな。それだけかな。それだけです。よし、わかった。もう頼まん。今度のことは財団にも報告することになるだろう。君に依存はないと思うが。どうぞご自由に。一号エレベーターを除いて北部用棟すべてのエレベーターをロックしろ。そして逃亡者を発見したら直ちに射殺しろ。しかし、ザハレス男爵、あの少年は貴重な資料です。知能指数180、およそ1億人に1人という高い知能の持ち主なのです。あっさり殺してしまうのはあまりにも。だからこそ生かしといてはあまりにも危険なのだ。わからんのか。その小僧はよりによってドースン博士を連れ出したのだぞ。奴が世間の目にさらされたらどういうことになると思うのかね。責任者はこの私だ。私の判断に従ってもらおう。ドクター・マナハイム。最高の警備システムか。ざまあ見ろ。ん？救急車だ。あれで追い飛ばせるか。ジジイ、あと少しだ。待ってくれよ。なんだと？逃がしたというのか。もう、申し訳ありません。全力を尽くしたのですが、おそらく盗み出した ID カードでセキュリティシステムの情報を引き出したのではないかと。もういい。わかった。下がりたまえ。信じられん。こんなバカなことが起こるとは。起こるべくして起こったのだ。だから言わないことではない。あなたには無理なのだ、ザハレフ男爵、はじめから。何を言うか。元はといえば貴様のせいだ。貴様が初めから非協力的だったからこんなことになった。いいか、この始末はきっとつけてやると。財団に全てを報告して、サモン委員会にかけてやる。二度と表舞台に立たなく。あっ！やかましい、負け犬めが。このプロジェクトは私がゼロから計画したんだ。今さら貴様などに渡せるものか。誰にも邪魔させん。アッシュめ、よくやったぞ。褒めてやろう。お前の息の根を止めるのはこの私なのだからな。貴様は誰にも渡さん。ヘイヘイ、アッシュだ。アッシュ、あんたもガケン、一体何だって言うんだ。化けて出てきたわけでもなさそうだな。だから何のことだ。人幽霊みたいに言うな。その通りだぜ、アッシュ。お前は死んだことになってるんだ。え？ニュースでガンガン流してたぜ。お前がオーサーにやられた傷が元でくたばっちまったってな。少年犯罪史上最悪の犯罪者、アッシュリンクスシス。一週間ばかりその話で持ちきりだったぜ。やっぱり生きてたんだな。ダウンタウンはどうなってる？あのままさ。誰も後釜に座ろうってやつが出てこねえのさ。お前と比べられるのが嫌なんだろ。そんなことより、あんたに聞きたいことがある。エイジ奥村って日本人を探してるんだ。日本人？ああ、あの鉄橋の上でオーサーと戦ってる時、あんたの仲間といるのを見たんだ。あのどさくさでか。まったく驚
驚かされるぜ。お前にはよくそんな余裕があるな。知らないか。確か新数林と一緒に釈放になったやつが奥村とか言ったな。新？やつのアジトはどこだ。もしアッシュが生きているとしたらまだあのセンターの中にいると思う。アッシュは無事に手術も済んで順調に回復してた。こいつは確かな筋からの情報だ。それなのにいきなり死んだなんてのはおかしい。君たちはあのニュースを信じるのか。あれは絶対嘘の情報だよ。あのなんとかってセンターを作ったのはゴルツネなんだぜ。確かな筋の情報だ。お前の確かな筋の情報ってのは遅れてるぜ。アッシュ、こんなところに集まって一体何の相談だ。エイジ、君を助けに行くつもりだったんだ。助け？俺はそんなもんいらないよ。シン、ちょっと屋上へ来い。アッシュ、お前来んな。すまない、大事な話なんだ。アッシュ。シン、あいつらから何を聞いた。何をって、あんたが翔太をやんなきゃなんなかったわけさ。あのなんとかって薬の、だって俺は見たんだ。あのユーシスの兄がまるで人が変わっちまったこと。ユーシスがやったに違いないんだ。ユーシス？だから俺ピンときたんだ。あいつの言ったこと嘘じゃねえって。翔太も同じ薬でやられたんだって。それを誰かに喋ったか。いや、まだだけど。このことは誰にも喋んな。なんでだよ。なんであんたにそんなこと言われなきゃなんねえんだよ。余計なこと。アッシュ、何をしてるんだ。彼は力を貸してくれようとしたんだぞ。俺を助けるつもりならしてほしいことはただ一つだ。 Do nothing。 何もすんな。ああ、よくわかったよ。だけどこっちも言わせてもらうぜ。仲間に本当のことを言っちゃいけないなんて言うなら俺はもうあいつらを抑えちゃおけねえ。あいつらにとっちゃあんたは今でも親友を殺した裏切り者だ。翔太を殺した敵だ。俺にとってもな。いろ、怒っちゃったじゃないか。エイジ、お前もお前だ。なんであいつに喋ったりしたんだ。本当のこと言わなきゃ。彼はずっと君のことを誤解して命を狙っていただろ。あんなチビにやられたりしない。アッシュ、そんなこと言ってるんじゃない。真実を知らされないのはとても辛いんだよ。僕には真の気持ちがよくわかるから真実を話したんだ。それは僕が頼りになるとは言わないよ。でももう少し信頼してほしいんだ。誰も信頼してないなんて言ってない。危険に巻き込みたくないからだ。だからそれはよくわかるけど。よそう、喧嘩よそう。こんなことをしたかったわけじゃないんだ。アッシュ、無事でよかった。どうぞ。いい香りだ。我が民族が昔から愛好しているお茶です。お口に合えば。こちらでお持ちを、ムッシュゴルツネ。大した屋敷ですな。李一族は華僑一の財閥だ。手に入れられぬものなどありますまい。ホアルン兄です。お、この度はお招きに預かり恐縮です。晩餐のご招待とありがたいですな。噂に名高え。どうしたんだ、反応がない。ムシューリ、私が誰かお分かりか。知能の低下、命令に従順、何かの薬物の作用に似ていませんか。あなたなら彼の症状がどういうことかお分かりですね、ムッシュ・ゴルツネ。あなたは？あなたをご招待したのは、実は兄ではなく僕なのです。訳あって兄の名を語って、あなたを招待したことをお詫びします。けれどこれで、やむを得ない事情があったことをお分かりいただけたと思います。なるほど。確かに何かの事情がおありのようですな。で、この度のご招待にも何か事情が。伺いましょう。ウィリアム・キッパード上院議員、トーマス・ホルストック陸軍大佐、そしてあなた、陰謀の始まりというわけです。1970年、当時新任の医局員だったアレクシス・ドースン博士、そして医大生だった弟エイブラハム、
その友人のエディ・フレデリックという3人の人物が偶然ある麻薬を発見した。ところがその作用は峻烈を極め、薬物を使用したフレデリックは自らの命を絶ってしまった。恐ろしい結末でした。この時になって事の重大さに気づいたドースン博士はその生成プロセスともども処分してしまった。しかし薬は残っていた。エイブラハムは愚かにも兄から薬を隠匿していたのです。そしてそれを売人に売りさばいた。ムッシュ・ゴルツネ、あなたの組織の男に。それで？やがてその結末はあなたの耳に入ることになる。全く新種のドラッグ、マインドコントロールを可能にする未知の薬物。あなたはそれに目をつけた。無論戦略物資として、そしてかねてからあなたと親交のあったキッパード氏とホルストック大佐の出番というわけです。こうしてあなたの執念のプロジェクトがスタートした。コードネームバナナフィッシュ。よく調べられましたな。それから研究と実験が重ねられた。最初は北ベトナム捕虜、やがてはアメリカ軍兵士までもが実験の対象になった。そのアメリカ軍兵士の中にあなたの愛するアッシュリンクスの兄がいたことは運命の皮肉というものでしょう。あなたの情熱が実ってバナナフィッシュは実用可能な戦略兵器として生まれ変わった。なのにあなた自身がプロジェクトメンバーから外されてしまった。アッシュによって配信と搾取の嫌疑をかけられて、あなたはコルシカ人財団に裏切られたのです。あなたのおかげで莫大な利益を得ながら、小さなつまずきであっさりとあなたを切ろうとした。だからあなたはザハレフ男爵を抹殺なさった。驚きましたな。全くよくご存じだ。で、どうなさろうというのです？今朝、コルシカ人財団の理事の一人が事故死なされたそうですね。どうしてそれを？財団の理事はあと5名。あなたを弾き出した連中だ。彼らを片付けて差し上げると言ったら、そしてあなたが財団そのものを牛耳るのです。富も権力も、そしてあのプロジェクトも。おっしゃる意味がよくわかりませんが。あなたが心置きなく仕事に専念できるよう、邪魔な石ころを取り除いて差し上げることが我々にはできる。で、私にどうしろとおっしゃる？私の父、つまり我らリー一族の長をはじめ、その後継者の兄たちを抹殺するための助力をお願いしたい。と言っても、ホアルン兄さんはご覧の通りですから、残るは一人。ワンルーン兄だけですが。何ですと？実の兄上を殺すと言われるのか？兄だけではない。その妻子、孫に至るまでリー家の血を引く者は一人残らず殺す。なぜそんなこと？あなたもリー家の人間ではないか。だからこそです、ムッシュ・ゴルツネ、我々の未来のためにリー一族を根絶やしにしたいのです。アッシュ、起きてていいのかい？もう十分寝たさ。見ろよ、日没だ。このゴミ溜めも日没と夜明けだけはまあ見られるぜ。どうしたエイジ？いや、本当に無事でよかったなって思ったんだ。あの精神衛生センターってのはとんでもない場所だった。治療の名目で囚人を集め、モルモット代わりに使っていたあのバナナフィッシュのな。タコ坊主ゴルツネめ。ああ、イベさんに連絡はしたかい？マックスのところにいるよ。電話くらい入れてやれよ。もう無理に帰るとは言わないから。僕はここにいていいのかい？ダメだと言ってもどうせお前は帰りはしないだろう。それに俺にとってもその方がいいらしい。お前を日本に返しても何かありはしないかときっと気を揉むだろう。それくらいならいっそ目の届くところにいてくれた方がいい。なんとか言えよ。そばにいてくれともう一度言わせたいのか？いや。よく豚箱から出られたな、ユーシスか。だとしたらよくお前を返したな。あいつの考えてることはよくわからない。一体敵なのかそうじゃないのか。
僕は葦の敵に回る。たとえ葦のためでも、君は自分の手を汚すことはできないってわけだ。どうしたエイジ？いや、なんでもない。とにかく俺が今までやり合った連中とは全く違う。俺に敵対する奴らの理由はいつも単純だ。あの大沢でさえその理由はひどく分かりやすく理解できるもんだ。でもあいつは全く得体が知れない。まるで実態がつかめねえ。あんな奴初めてだ。ユーシス、敵対するって一体どんな方法で仕掛けてくるつもりなんだろう。なんだか嫌な予感がする。こちらへどうぞ、ムッシュゴルツネ。これは見事な植物園だ。実に美しいが、見たことのない品種ばかりですな。皆独創ですよ。おお、これを。これは差し上げます。それはどうも。しかしこれも独創ですかな。ブルグマンシア、南米コロンビアのジャングル地帯に生息するアルカロイド性幻覚植物。南米のインディオの間で神と対話する薬として幻覚をもたらす植物がしばしば用いられたことはよく知られています。これもその一つで、主に地下茎から抽出した成分は聴覚性幻覚、急性痴呆、行動異常を引き起こす。何かに似ていませんか、ムッシュゴレツネ。あなたも実物を見るのは初めてのようですね。そう、これがバナナフィッシュの原型です。バナナフィッシュの発見者の一人、エディ・フレデリックは大学一年の夏休みに南米に旅行しています。おそらくその時株の一つを手に入れたのでしょう。バナナフィッシュの原型はブルグマンシアの突然変異した株なのです。驚かれる必要はありません。私は幼い頃から数千種に及ぶ薬物、特に毒物の知識を教え込まれたのですから。驚くなと言われましても、まさに脅威ですな。歴史とは大したものだ。あなたのような方を生み出すとは。しかし歴史はもはや何も見ません。民族主義にこだわり、古いしきたりや血族に支配される時代は終わったのです。まさに。お話はよくわかりました。しかしあなたが次なる指導者になるとおっしゃられるのか。失礼だが、あなたはまだ大層若い。あなた方の世界は長老を重んずると聞きましたが。無論私のような若輩はその器ではありません。その任につくのは我がホアルン兄です。しかしあのご様子では。ですから私は兄の良き相談者でありたいと思います。ただ私が相談者になるためには、我が三兄弟の残る一人、ワンルン兄さんを説得しなければなりません。なるほど。お互いの利益のためにも、あなたの示された道が最善のようですな。私の知識と我が一族の力がお役に立てれば幸いです。こちらこそ。ところでアッシュとドーソン博士の行方お分かりになりましたか。そこまでご存知でしたか。その件に関して私にちょっとしたアイディアがあるのですが。どうおっしゃると。生き証人であるドーソン博士を処分し、アッシュリンクスもあなたのものになります。それはぜひお伺いしたいですね。では庭などを案内させていただきながら、幸い今宵は満月、月が我々を導いてくれるでしょう。フェリーに乗るのは初めてかい。スタッテンアイランドフェリーはね、サークルラインのなら乗ったことあるけど。へえ、そんなのがあるんだ。ニューヨーカーだろ。あいにく田舎もんだね。お前たち外国人はニューヨークやロサンゼルスを見てステイツだと思うらしいけど、大間違いさ。このバカでかい国で都会なんて呼べるところはごくわずかなんだ。アメリカはでっかい田舎なんだ。内陸の方じゃ海なんかテレビでしか見たことのないやつとか、自分の住んでる町を
生まれてから一歩も出ずに死んでしまう年寄りなんてゴロゴロいるんだぜ。ニューヨークやロサンゼルスは特別なんだ。まるでスティーブン・キングの小説みたいだな。ほら、よく彼の小説に出てくるだろ。トウモロコシ畑がどこまでも続く道とか、よそ者を嫌う村とかさ。確かに、よそ者は住みにくいだろうな。俺の母親もそうだった。ケープコットに夏の間やってくる都会の人間の一人だった。ニューヨークからたった500キロしか離れていなくても、それでもやっぱり田舎なのさ。逃げ出したくなっても無理はない。アッシュ、別にいいけどな。母親がどうしようと。お母さんは君と別れるときとても辛かったと思うよ。そうかな。そうさ、前に話してくれたことがあったじゃないか。君の本当の名前アスランっていうのはお母さんがつけたものだって。ちょっと変わった名前だよね。何か意味があるの？古代ヘブライの祈りの言葉なんだって。暁という意味だそうだ。俺は夜明けに生まれたんで。じゃあミドルネームの J は？翡翠。そら言った通りだろ。お母さんは一生懸命その名前を考えたんだよ。夜明けに生まれた君の幸せを願ってさ。君の人生が夜明けの翡翠みたいに素晴らしいものであってほしいって、そう願ってその名前をつけたんだよ。そういう人が君を愛してないなんてありえないよ。じゃあどうして？え？いや、きっとそうだったんだろう。ん？どうしたんだい？やっぱり戻ろう。え？向こうに着いたらこのまま降りずに引き返そう。え？だってロングアイランドに行くんじゃないのかい？誰かが狙ってる。誰かって？こんなフェリーの上で。確かに。消えた。気のせいか。ハッシュ、遅くなりました、ワンルン兄さん。座れ。お前にはいろいろ聞きたいことがある。お前は最近私に隠していることはないか？いいえ兄さん、なぜそんなことを？お前の屋敷に最近変わった客が訪ねてきたそうだな。ゴルチネが一体お前に何の用があるのだね？ディナーに招待したのです。我が家のコックの腕前を賞味なさりたいとおっしゃられて。嘘をつくな。お前は我々に恨みを持っている。生かしてもらった恩も忘れ、ただひたすら我々を憎んでいる。お前は油断がならん。じゃあ殺せばいいでしょう、母を殺した時のように。やっぱりそうか。何を企んでいるんだ。言え。言わないか。何なんだお前たちは。無駄ですよ兄さん、セキュリティシステムは作動しません。貴様、何をする気だ。命をもらう。何？あんたたちはあの時僕を殺しておくべきだったんだ。僕の母を虫けらみたいに殺した時、僕も殺せばよかったんだ、母と一緒に。お前たちを滅ぼしてやる。この地球上からリー一族を抹殺してやる。お前たちの妻も子供も一人残らず。そんなことができるものか。お前に何ができる。出来損ないのお前に。お前の企みなどすぐに見破られる。大地、お前こそ我々一族の血を受け継いでいるのだぞ。半分は下賤な女の血でも、半分は親父の血が流れているんだ。あの獣のな。ブランカです。入りなさい。お久しぶりです、ムッシュ。4年ぶりになりますかね。そう、4年ぶりだ、ブランカ。その名前で呼ばれるのも4年ぶりだ。よく焼けてるな。カリブの生活が性に合ってると見えるな。おかげさまで。あれから仕事はしておらんようだな。なぜだね。私は引退した身ですから。ではなぜ帰ってきたのかね。お断りするためです。それにあなたのご依頼があまりにも意外だったので、この目で確かめたくなりました。それで？彼に会って気が変わりました。見たのかね、彼を。はい、
見ました。サイゲスとは皮肉なものだ。我々には老いを意味しても、あの年頃の者にとっては成長を意味するのですね。実に新鮮な驚きだった。私の気を察知してピリピリしていましたよ。で、君の返事は？お引き受けしましょう。やってくれるかね。はい、彼がどこまでやれるのか確かめてみたくなりました。ご期待に沿うように努力しましょう。アッシュ、このニュース見た？何してんの、若作りして。15歳に見えるか？見える見える。どこに行くんだい？ちょっと売春してくる。え？ニュースが何だって？あ、これミステリーオブチャイナって、リー一族の主要人物が次々と謎の死。どう思う？どうって？実は白状したけど、以前ユーシスが言ったんだ、僕はアッシュの敵に回るって。なぜそのことを今まで黙っていたんだ？このことと関係があるっていうのか？いや、それはわからないよ。でもあいつはすごく悪意を持ってて、とても危険な感じがするんだ。心配すんな。あいつが何か仕掛けてきたら、その時はその時さ。今から気に病んでも仕方がない。出かけるのかい？言ったろ、売春しに行くって。一人で外に出るなよ。遅れまして申し訳ありません。ピーターではないな。彼は急病で来られなくなったので、僕が代わりに行くようにって言われました。聞いとらんな。僕では行けませんか？お気に召さなければ他の者を来させますが。いや、その必要はない。入りなさい。キッパーと上院議員、4年前と何も変わっちゃいない。毎週決まって水曜の夜、このアパートでお楽しみ。指名するのが必ず金髪の少年だ。何？この顔もう忘れちゃった？白状だな。お前は。動くな。銃が狙ってるぞ。アッシュ、生きていたのか？俺が死んだっていうニュースが流れたらしいが、おかげでポリスに追われなくて済むようになった。あの精神病院もニュースも、全部あんたの差し金だろ。あんたはゴルツネと仲間割れを起こしたんじゃないのかい？何が望みだ？早く言え。まあそう慌てずに、せっかくのシャンペンだ、いただこうじゃない。あんたはいつもすぐ追っ始めて、一口も飲ませてくれなかったじゃない。俺はいつもこいつが気になってしょうがなかったんだ。お楽しみはこれからさ。バナナフィッシュって知ってる？何のことだ、さっぱりわからん。ミスターキッパード、余計な芝居はなしにしようぜ。あんたとゴルツネ、陸軍大佐ホルストック、そして大統領首席補佐官アーサー・スマイルズ。あんたたちは誰の庇護のもとに動いてる？あんた方が情熱を注いで作った実用可能な戦略兵器、バナナフィッシュのプロジェクトを見て見ぬふりしてるのは誰だ？誰が大目に見ている？このチンピラが、チンピラに脅されて国を売るとでも思ってるのか？殺したければ殺せ。そんな脅しには一切乗らん。やれやれ、急に元気になっちゃって。だけどこれはどうかな？あんたと金髪頭との証拠写真。何？セックススキャンダルは政治家には命取り。あんたにはこっちの方がきついんじゃない？正義のタカ派、ウィリアム・キッパーと上院議員の密かな趣味が、ティーンエイジャーの男の子とセックスすることだなんてバレたら、あんたのタフガイぶりに行かれてる星寄りのおばはんたちはどう思うだろうね。ほら、見てみな。さあ、話してくれる気になったかな？それは、つまり、キッパーの、急所に一撃か、くそ！誰だ？どこから撃った？アッシュかい？誰だ？いやあ、アッシュかい。大きくなったな。それに男前も上がった。映画界からスカウトが来るぞ。ブランカ、この大嘘つきのクソタレが。久しぶりに聞くな、その悪行雑言。さすがは年季を感じる。ちょっと待て、
お前と話がしたい人がいる。やあ、アシュ。僕が誰だかわかるかい？根性曲がりのユーシスだろう。相変わらずだな、君は。用件を言え。ずいぶんせっかちだな。さっさと用件言え、クソったらが。オッケー、わかったよ。警告は受け取ってくれたね。ミスター・ブランカの腕は君が一番よく知っているはず。我々は彼に仕事を依頼した。標的は君の友人エイジ・奥村。何？君もエイジを助けたいだろう。それで電話ではちょっとね。明日の晩9時、8番埠頭の12番倉庫に来てくれないか。一人でね。わかった、言う通りにする。ブランカと変われ。なんだよ、アシュ。引退したんじゃなかったのか、この大腹吹き目。もちろんしたさ。これはまあ時間外だ。あんたも落ちぶれたな。カリブの隠遁生活が聞いて呆れるぜ。ちゃんと優雅な老後を過ごしているよ。カリブはいいぞ。輝く太陽。くそ。怒ってる怒ってる。背中を丸めてフーフー言ってるな。楽しそうですね、ブランカ。まあね、カリブはいいところすぎて退屈なのがたまに傷なんだ。なぜ引退なさったんですか？あなたの腕なら仕事なんていくらでも選べたでしょう。私は向いてないんですよ、この仕事にはね。向いていないなんてそんな。あなたこそどうしてあの日本人の少年を目の敵にするんです？そんなに気に入りませんか？どういう意味ですか？お話の途中のようだが、ダイニングルームの支度ができたそうだ。シャンペンでもどうかね。もう一つ聞いてもいいですか、ブランカ。アッシュは優秀な生徒でしたか？これ以上ないくらい優秀だったよ。もっとも生徒なんて持ったのは最初で最後だったから比べようもないけどね。その優秀な生徒を窮地に追いやるような仕事をなぜ引き受けられたんですか？さあ、なぜかな。なんであんたなんだ、ブランカ。なんで今頃あんたが出てくるんだ。畜生、叶わない。あいつだけにはとても歯の立つ相手じゃない。どうすればいいんだ、どうすれば。アッシュ、心配したよ。一晩中帰ってこないんだもん。何時？5時半。もう夜が明けるよ。また面倒が起こったみたいだね。気にすんな、大したことじゃない。もう寝ろよ、アッシュ。なんだ？一緒に日本に行かないか。何もかも終わったら日本に来ないか。俺が日本へ？どうしてそんなことを思ったんだ。君に僕の国を見せたいし、それに銃を持たずに暮らせるよ。日本へ行っても俺は何もできない。人の殺し方しか知らないからな。またそんな言い方するなよ。朝帰ってきたアッシュは夕方まで一睡もせず、夜また一人でフラッと出て行った。来たぞ、ユーシス。そんな大声出さないでも聞こえてるよ。時間通りだね。両手を頭の上で組め。武器なんか持っちゃいねえよ。とは思うけど、何しろ君はリーサルウェポン、歩く武器だからね。よく来た、待っていたぞ。手を下ろして楽にしていいよ。早く用件を言え。誰にも屈することのない君があっさりと言いなりになるなんてちょっと意外だったよ。君の先生ブランカは確かに素晴らしい腕の持ち主だけれど、戦わずして負けを認めるのかい？うるせえ奴だな。叶わねえものは叶わねえんだからしょうがねえだろ。格が違うんだ、勝負の問題じゃねえよ。そこまで買いかぶってもらえるとは光栄だな、アッシュ。クソ野郎、殺したきゃさっさと殺せよ。白戦衣でも何でもすりゃいいだろ。ずいぶん強がりを言うね、アッシュ。君らしくもない。君の考えはよくわかるよ。なんとか自分一人に注意を引きつけたいんだろう。君のご友人に危害が及ぶのを死ぬほど恐れている。自分の身に起こるどんな残酷な運命より、あの日本人のチビが指一本でも傷つけられることを何よりも恐れているんだ。まったく君ってやつは、なんて純情でけなげなんだろうね。つくづく嫌な野郎だな、お前は。そう？
銃が撃てるのか、姉ちゃん。僕が撃つんじゃないよ。君が撃つんだ。君自身の頭をね。何？君の優秀な脳みそが飛び散るのが見たい。でないと君の大切なエイジを殺しちゃうよ。言うことを聞いてくれるなら、もう二度と彼には手を出さない。君の命と引き換えに誓うよ。できる？わかった。頭だな。弾が入ってない。弾をよこせ。アッシュ。プライドってものがないのか、君は。あんな奴のために、なんでそんなに簡単に、なんでそんなに簡単なんだ。何言ってんだ、お前は。死んでみせろって言ったのはお前だろ。もうよしなさい、ユーシス様。こいつは本当にあなたが言ってることがわからないんですよ。永久に噛み合わない。そういうことは、もう諦めた方がいい。それより要件を。要件を言うよ、アッシュ。君たちがこれまで集めたバナナフィッシュに関する全ての情報を速やかに提出すること。もちろんマスコミに公表することは厳禁する。そしてバナナフィッシュの創造者、君たちが生き証人としてどこかにかくまっているドースの博士を我々の手に引き渡すこと。以上だ。ただし君に与えられる時間は48時間。このリミットが守られなかった場合、また何かの偽装行為がなされた場合、直ちに奥村英治を殺す。何か質問は？ないの？あ、そうそう言い忘れたけど、仕事が済んだら君はムッシュ・ゴルツネに引き渡されることになる。さあ、アッシュ、イエスかノーか。君はどちらを選ぶ？わかったよ。言う通りにすればいいんだろ。君は本当にそれでいいの？何もかも失っても、地獄に落ちても、それでも。何をごちゃごちゃ言ってやがんだ。言う通りにするって言ってんだろ。まだ他にあるってのかよ、この蛇野郎。わかったよ。じゃあ取引は成立だ。48時間後にまたここで会おう。では我々も引き上げよう。待てよ。行く前に一発殴らせろ、ブランカ。このままじゃ腹の虫が収まらねえ。私を殴れば腹の虫が収まるのか？収まらねえよ。何やったって収まらねえよ。だがこのまま生かせたら、俺はもっと浮かばれねえ。そのすぐカッとなる性格を何とかしろと言ったはずだがな。よろしいですか、ムッシュ。少し時間をいただいても。なあ、構わんよ。ただし、あまりダメージを与えんようにな。後の楽しみがなくなるからな。ご心配なく。だが私もただ殴られるのはごめんだ。殴れるものなら、殴ってみるんだな。そうさせてもらうぜ。えっち！なってないな。不良どもの親分に祭り上げられて、いい気になっているようだが、チンピラの大将にするために教えたんじゃないぞ。倒れないとは上出来だ。少しは足腰が強くなったか。どうだ。息ができまい。急所の一つだ。教えてやったろ。手加減しなければお前の心臓は潰れている。お待たせしました、ムッシュ。何構わんよ。良いものを見せてもらった。素晴らしい動きだった。ムッシュ・ゴルツネ、ついでと言ってはなんですが、少し彼と話がしたいのですが、よろしいですか？いいとも、ブランカ。いや、我々は席を外そう。ご心配には及びませんよ、ユーシス殿。この男は超一流のプロです。そういう意味で市場に流されることはありません。アッシュ、これから私の言うことをよく聞きなさい。私がお前に忠告めいたことをするのも、おそらくこれが最後だ。お前がゴルツネに背いたと聞いて、私はとても驚いた。お前はもう過去の確執は乗り越えたと思っていたからね。そしてあの日本の少年に会って理由が分かった。お前の気持ちは分からないではない。だがそれは不可能なことだ。ウサギとヤマネコは所詮友達にはなれない。ゴルツネには私が取りなしてやろう。彼の元に戻りなさい、アッシュ。それが一番いいんだ。お前は全てを手に入れるだろう。富も、権力も。世界中がやがてお前の足元にひれ伏すだろう。ただ一つのことを望みさえしなければ。言うことはそれだけか。もう一つだけある。
ゴルツネにお前を教育するよう頼まれたとき、私は断るつもりだった。だが、彼の館でお前に初めて会ったとき、この子はこの世界でしか生きられない子だと思った。だから引き受けた。私はお前が破滅するのを見たくないんだ。それで終わりか？言いたいことはそれで終わりか？終わりだ。じゃあ俺も言わせてもらおう。そんなもんはまっぴらごめんな。アッシュ。あのタコヤジのところで手に入れられるもんなんか、そんなものは偽物だ。ただの舞台装置じゃねえか。あんたはその上で俺に与えられた役を演じろっていうのか。偽物だと分かっていて気がつかないふりをしろってあんたが言うのか。そうだ。じゃあなんであんたは引退なんかしたんだ。なんでヨステ人みたいにカリブに引っ込んだ。与えられた役にうんざりしたからじゃないっていうのか。余計なお世話だ。俺は今幸福なんだ。この世に少なくともただ一人だけは何の見返りもなく俺を気にかけてくれる人間がいるんだ。こんな幸せな気分は初めてだ。もうこれ以上ないくらい俺は幸福でたまらないんだ。だがそれではお前は破滅するしかない。偽物に囲まれて生きるよりずっといい。そうか。それならもう何も言うことはない。お前の好きにしなさい。ブランカ、一つだけ、一つだけあんたに頼みたいことがある。なんだね。お前の頼みなら何でも。あいつを殺さないでくれ。お願いだ。あいつを傷つけないでくれ。見逃してやってくれ。頼むから。お前はそこまで。それであんなことを言い出したのか。私を殴りたいと。それを言う機会を得るために。あいつを助けて。残念だが、その頼みだけは聞いてやるわけにはいかない。私は私に与えられた役を最後までやり通すつもりだ。やはり来るべきではなかった。だが、どんな状況になっても、私はお前の幸福を祈っているよ。吉田明美原作、陣野博明脚本、バナナフィッシュパート2。出演、英治、井上和彦、リノゴルツネ、川久保清、ユーシス、梶一世、シン、安住玲香、ブランカ、古田新太、キッパード、橋本潤、マナーハイム、関根の具合。そしてアッシュは古澤徹、技術近藤直光、音響効果藤野昇、演出川口康則でした。この後バナナフィッシュをめぐる戦いはいよいよクライマックスに突入します。バナナフィッシュパート3でまたお会いしましょう。ご期待ください。素直になれたなら
人きりでどこへ行こうとしよう